だけで30分しゃべる。お題は先駆けが役に立ったこと。答えは時間がお金で買えたこと。身も蓋もないけどまだスーパスカラと VLIW のどっちがいいかという時代、物量かまして互換性を維持するという思想が気に入らなかったので VLIW を選択。それ以来動的に頑張るハードウェアはつまらない。でも当時は高性能一辺倒だったので区間再利用というネタで先駆けに応募したでもらえたので、将来的に省エネ計算基盤の研究に使えるように流用も考えて合同設計。目論見通りその後の研究に役に立ってる。合同を作ること自体は簡単だけど、特に高速シリアルインターフェースを使うようになると自力で調整するのは時間がかかるし、学生も面白くない。その辺はお金で解決というスタイルになった。これも先駆けの延長ということで、区間再利用ネタは後輩の教授にあげた。今でも陳腐化してなくて外部資金を取りやすいそうだ。ついでに共著に入れてくれているのでありがたい。世の中がようやく追いついてきた。でもそんな単純ではない。こだわっているのは汎用性。専用ハードウェアにすれば省エネになるのは当たり前。さらに世の中はそんなに単純ではない。最近は大学院と高校生の連携が始まっているので、高校生が道を踏み外さないように講義をしてる。一つ目の記事、ダイヤモンドオンラインから引用した。人はむやみに新技術を開発し続ける。発明できるから発明する。好奇心や野心、競争心に駆り立てられてひたすら前へ進む。技術革新に関する限りアクセルがあるだけでブレーキはない。二つ目の記事、ギズモードから引用した。テック企業が油田企業と連携している話。油田企業の資金を当てにする話と AI そのものが電力を消費する話の両方が温暖化を加速するということだ。最後は日本経済新聞の記事、 AI が人の仕事を奪うという話。これだけ聞くとまたかと思うだろうけど、ここで言いたいのはそういうことじゃない。 AI が流行るからプログラムをかける AI 人材になろうという認識が間違っていること、そして AI への依存が増えることが後戻りできない温暖化をさらに加速することだ。例えばこんな具合だ。ただルービックキューブの解き方を学習するだけで原発3基を1時間占有する。2050年には CO2 排出量が今の100倍になると予想されている。ということでまとめ、大人のやることは欲でもない。間違っていても止められない。大人の都合と世界を変える研究は違う。最近は YouTube など使って授業も研究も何でも公開。あと先駆けで面白かったこと、当時の先駆けにはヨット乗りが3人もいた。戦略たす戦術という仕掛けが研究に似ているのかも。まとめは以上、おしまい。